で、あの北高母校 の、 あの書道部の部長さんが書いた絵の人です、でこの子たちはですね、あの自分の絵についても発表してくれました。ええ高校生描いたんですか。高校生がこれは高校生が、いつぐらいで、避難所じゃなくていいとですかって言って、ここがいいって聞かなかった、ちょっとあの迷ったんですけど、命をお預かりすることにしました。私は最もその夜に大事な話を聞くことになったんですけど、ちょっとですね、ここから後ろを振り返って上の方をご覧ください、はい、ここは縦の柱が1本なんです。あ、そうだ、はい、日本の春 16m のスカートをしています。これはで少しアーチ取ってますけど、これも計算されて木を選んでるそうです。日本も釘を使っていない組んでいくタイプですね。これ何の木かっていうと松で、周りは一本通し柱の北杉です。でこの杉も松も土も全て裏山から取ってきたって書いてありますので、井上家の山から材料これを全て取ってきてる。これ長いですよ。何メーター？16メーターです。これすごい。ということはもう20メーターか30、25メーター以上の松があったということですよね。すごいですね。ここの中央にですね、支柱がないんですよ、ここ、それが非常に珍しくて、その文化庁の方があの調査に来られましたけど、この建物の構造は九州では井上酒造しかありませんと、非常に珍しいですということをおっしゃってください。ちょっとこの上のここに何か文字が書いてあるの分かりますか。一番上、ああ書いてある、盛ん本館なんとか書いてある、この柱ってずっと人の名前と自分の担当部署が書かれちゃうんですよ。そうなんです。でこの人たち調べたら、あの近所の人が多いです。でこれなんとか産地のなんとかシャンバイチなんか言い当てる人がいっぱいおってですね、でその近所の人たちが近所の材料で近所にこの建物を建てたって。いつぐらいの蔵なの。昭和の初期、戦前やった件この木がまだあった。戦時中になると寄付をするようにということで、あの全て切り出したというふうに聞いていて、材料には松が最高なんですよ。あ、そうです、そうです、はい、針はもう柱はあの針葉樹がいいんですけど、針は松がいいんですよ。これが、すごいですね。これ円筒、今母屋の方ご案内しますけど、これが淳之助があの書いた実際の書です。金解禁の日正慶とあります。あの金解禁を発令したその日の朝に書いた淳之助の直筆が母屋に残っています。遠い未来を見据えてこの政策に取り組むと強い気持ちを持って書いた。これをふるさとに置いておいてほしいということで運ばれて、あの私たちもこれを大事にというふうに育てられました。でその円筒っていうのはあまり聞かないと思うんですけども、遠い計らいとか長期的展望を持つという意味。あの辞書を引いてもあんまり出てこないんですけど、淳之助が生涯において最も大切にしていた言葉が円筒ですから、マスター結果をすぐ欲しがらない。おっしゃる通り。でこれは積み重ねです。積み重ねを一個ずつして、はい、この円筒すぐバズろうとするから、はい、もうこの円筒の気持ちを忘れずに、はい、やっぱり頑張っていく気持ちを新たに。わかりました、はい、ゆり仕込みを飲ませていただいて、はい、そうです、はい、これはですね、あの北高母校 の、 あの書道部の部長さんが書いた絵の人です、でこの子たちはですね、あの自分の円筒についても発表してくれました。え高校生書いたんですか。高校生がこれは高校生が、いつぐらいに北高の北高ですか。そうです、2016年すっげえ、うまいっすね、ね、力強いですよね、うん、ここにいっぱいあの新聞の取材の方がいたんでですね、うん、緊張してましたけど。まあその、あのこの蓋をゆり社長があの使っていいよっていうことで。そうです、私からお願いしました、うん、で古いものになんか新しいこう息吹を注入して欲しかったっていうのがずっと自分の中で、しかも円筒という言葉を入れて欲しかった。でもなんか迷ってたのは、うちはアルコール業界なので未成年に何か頼んでいいのかなって思ってたんですよ。そしたらちょっと校長先生とお話しできることが機会をいただいて、やりましょうと。
で最も大事なことは地域 の、 その企業と子どもたちが触れ合うことです。でコラボ第一弾に しましょうということでこれが実現しました。はあ、しかもその高校生がエントという言葉に触れてるわけですから、 そうですね、それも素晴らしいです、ね、調べましたって言ってくれた、はいはい、でこの子たちきっとですね何十年か後に君長さんやったっけ、追松さんやったっけ、格納やったっけ、ちょっと覚えてないけど、なんか古い蔵と一緒にコラボしたねってちらっとでも、うん、あの思い出してくれた。それはもう覚えてますよね。だからあの、うん、でふるさとのことを思い出してほしいと思ってます。でそれにあの私たちが少しでも触れられたらいいなって思ってこれを思いました。これも地域貢献っていうか地域に根ざした企業じゃないかなって思ってす、ごいいい経験されてますよね。実際にこの裏にもあの彼女たちの名前を刻んでます。このこれと一緒にような感じで、で蔵開きの時はこれを中あの一番前に出してきますので、うん、実際に見に来た生徒さんもいます。あら、うん、前に出すっていうことは下に下ろす、下ろしますこれを。またそれも社員さんたち大変ですね。これもこの重たいのシンボルですので大事なもの。日本酒がねあの詳しいってあのおっしゃってたのでちょっとお話しさせていただきたいんですけど、うん、あどうぞ。あのこの人たち近所の人たちってことで、はい、あの4年前にあのうちすごい大きい災害にあって、うん、タンクとか流れてどうなったんですけど、うん、あの裏に住んでる お水が出たんですよ。おばあさんがですね私を訪ねてこられました。今日ゆりちゃんここに寄せさせてくださいって、で避難所じゃなくていいとですかって言ってここがいいって聞かなかった。ちょっとあの迷ったんですけど命をお預かりすることにしました。私は最もその夜に大事な話を聞くことになったんですけど、その経営者としてですね、はい、ずっと胸がいっぱいになっちゃうその時のことを思い出すとですね、でこの辺りは大鶴村の人たちが格納井の酒米を作りよったと。で秋になったら今度男衆が全員蔵に入って酒を作りよったよと。だから格納井の酒は常に私たちのそばにありましたと言ってくれた。で私は月次のこととかキャッシュフローのこととかいろいろ勉強しよったけど本来はそこですよね。でこの人たちは何かあったらここに来ようと思ってこの蔵を建てたことになる。なんか酒蔵っていうのは就職口中だけじゃなくてみんなの拠り所で最も大事な場所だったっていうこと。何かあったらここに来るぞと思って木を切り出してそしてこの建物を建てたっていうことになる。っていうことは酒蔵はそういうあの地域にのものだったの皆さんのおかげであの今まで続けてこれてるってことを知りました。うちは218年続いてますけど、地域の方々のおかげであのうちはこうやってあのめくめくと伝統をつないでいける。だから災害は苦しかったけどでも学ぶことが大きかった。なのでこの人たちの思いを絶対にあの途切れさせたくないと思う。日田は8蔵昔蔵があったけど今3蔵になった。あ、そうだったんですね。だから地域のもの、地域の人たちが自分たちで米を作って、うん、そこであの就職していて、そしてあの嬉しい時やら悲しい時もここで励まし合いながらお酒を共にみんなで集まってた。だからそういう意味から言うとこの就職口だけっていうよりも地域の大事な場所だったっていうことを考えると、私はその企業継承っていうことの根本ですよね、地域のに根ざしてあのこう生きていきたいなって思えた瞬間だったんですよ。本当の意味の公っていうことですね。そうですね、すごいお話です。日本中のクラッチの全員そういう、あのことを行っていたということになると思います。すごい感銘を受けましただからちょっとお話できたよ。いやありがとうございます、貴重なお話。いやそれはちょっと私も蔵にね計画に行かれたやっぱ古いお蔵さんが多いと思いますし、それは地域の皆さんがそうやって集まってたりみんなの場所だったり大事にしていた文化だったっていうことがあって、文化庁の方はあのこの人たちはその最先端を立てたと。でこれをもって日田のものづくり の、 あのレベルの高さは証明できますよって言ってくださったってことは、日田はそういうふうにものづくりの街だったっていうことまで分かったんです。16メーターのスパン、16メーターの松の針の松がもう向こうまでありますよね。ここが根元、根元かっていうとここに滑車があるんですよ。でここからあの下ろす、当時の人たちはこれでキダルを下ろしたり米を上げたり下ろしたりしてたら一番あの強いここの針を持ってきてる。
今日本全国でね酒蔵が減ってるっていうのは何かちょっとね寂しい、なんかねそう、うん、地域のつながりが何だろう、あのより弱まってるからそういう現状になってるっていうこともにも裏返しになるのかなっていうちょっと思いましたよね。やっぱり地域の方にその一番支持していただいていけるような蔵になりたいなって思います、うん、自分たちもそういうつもりもあって米も、うん、あの地域の米を使っていますし、うん、あのそう日田の人たち皆さんが飲んでくださると嬉しいなって思う。いや素晴らしいですわ塾長なんか頑張って毎日ごぼう飲まれてるんですけどねありがとうございます塾長みたいな方がもうあの日本人の家で行ったらもう確実に減るやっぱりそうやってあの飲んで応援してくださるっていうのは嬉しいですよね。どん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 だってお蔵さんが亡くなっていって畳んで、私の友達のお蔵さんも畳んだお蔵さんが何点かって号泣してしまった。多分あの語り合って伝統を守ろうと言っていたあの蔵元さんだったので、あの決断した時は辛かっただろうなって苦しいけど踏ん張りたいですし生き残りたいですけど、まあ僕がこう傍から見てた日田の造り酒屋あの 3社とも皆さん仲いいですよね、うん、ちょっとなんかみんなでやろうよっていう感じがあって、うん、なんかライバルだからうち我先にっていうところがないような気がしますけどね。昔はなんかそういう、 こうあのライバル同士だったかもしれないけど、今はみんなで頑張って生き残ろうってよく話をする、うん、皆さん仲いいですもんね。そう、日田の酒をお願いしますっていうくくりになっていますね。まあ、共存共栄ではないですけど、そういう地域がねそうですね、はい、なんタッグっていうか手を取り合うのは大事なことだと思いますよね。ありがとうございます。そのタッグを組む中でやっぱゆり社長のこのキャラクターっていうのは必要必要ですよね。一緒に北を愛する者同士、いやすごい同士ですか。でもうちに来られたあのお客様であの大好きですって言ってる方もたくさんいますよ。あそうですか。洋州博物館さんに行ってきましたって言って あのキャラはもうどこから来るんでしょうかとか言ってそれはここで言うんですか。多分洋博物館に行ってあのいやあのイノベーション 社長のあのキャラっていうことになりますお互いにやろすごい。いや、本当ありがとうございます。いや、貴重なお話ありがとうございました。ね、いや、今すごいわやっぱり。いや、この蔵の作り、この広、この長さはすごいです。うん